お、音が全然違いますよね。はい、皆さんこんにちは、ひかりです。こんにちは。本日はアイアン編です。アイアン編です。はい、ということで前回のね課題としてはドライバーで、はい、こう軌道を自分の感覚と実際のこう軌道を合わせられるようにということで、はい、気が抜けるとインサイドアウト強くなっちゃうので、うん、アイアンでもちょっと煽り打ちっぽくなるシーンがまた増えてきたので、はい、もう一回軌道の確認と、はい、アイアンは上から入れるという。上からこう。そうです。今の動き大丈夫ですか？ちょっと怪しい怪しいなって感じしましたけど、はい、ちょっと まずトラックマンで測定します。はい、7番アイアンで7番です。130ヤードのグリーンセンターを狙ってください。さあ、ひかりちゃん、ちなみにそろそろね、新しいクラブが届いちゃうという。そうなんですよ。もう楽しみ。ワクワクですね、これ。楽しみで楽しみで、もう。あのね、例のあの人と一緒っていうね。はい、そうなんですよ。今あの方と。あの方と。同じクラブということで。今大注目。今大注目。さあ、7番で打ちます。わーっと、あー、めっちゃ出た、今。あ、煽った。出てしまいました。ご覧ください、ひかり選手。出ちゃいました、これ。インサイドアウトが 6.3 度。やばい、戻った。戻りました。今やばかったです。今やばかったですね。今のはもう、おーやば。来ちゃいましたね、これは。来ちゃいましたね。もうドライバーのまま来ちゃったって感じでした。まあ、一般的にはゴルファーの方々、スライスで悩んでる方が多いと今まではされてましたが。あ、そうなんですか。まあ、フックで悩んでる方も当然。やばいよこれ。フックで悩んでる方もいますが、最初の入り口はスライスで悩んでる方の方がまあ多いと、傾向としてね。はい、はい。まあ、ひかりちゃんはこのようにフックで悩んでおりますので、はい、まあ、ボールが左に捕まるようになったよと、はい、曲がるようになったよっていう方は、これからひかりちゃんがやっていくねドリルをやってほしいと、はい、あの必ず中上級者にステップアップする流れで左にねボールが曲がり始めて、うん、悩むというのは多くの人が通る道なんですよね。まあ、最初スライスで入り始まりで、ボールを捕まえる動きを理解するとだんだんボールは左に捕まるようになり、曲がるようになり、まあ、そしてそれをまあコントロールして最終的にドロー、フェード、持ち球という形で落ち着いていくわけですね。はい、まあ、もう一度、はい、あの縦の打ちドリル、こうですね、縦のドリル、こう。お、なんかだいぶ進化したね、なんかひかりちゃん。シャンクがなんか進化してる。あれ、これじゃなかったです。もう一回やって。あれ、もう一回やって。こう、うん、こう、おう、おい。はい、交代です。交代、選手交代。毎回見るたびにドリルの形が変わってますよね、ひかりちゃん。すいません。今ひかりちゃんやったのは、うん、あれ、ほっほっほっ。あ、ちゃうか。交代やりました。はい、今そうやりました。まだ気づかない。最初にやったのはいいですか。はい、こうです。ああ、わかります。はい、わかりました。硬かった。なんか剣振りますみたいな感じですかね。いて、あ、これをね、全然違うな。そう、まあここまででいいですよ。この水平くらい、クラブを、はい、縦に上げる、ひねる、落とす。はい、はい、これですよね。はい、スライスで悩んでる方はこの落とすときでしっかりこう体の中心ですね、上体のこの中心、ここに落とすと体の真ん中、この動きとひねり戻す動き、ここをしっかりミックスさせると、はい、でひかりちゃんみたくフックになってきたよっていう方は、グリップエンドがこの切り返しの時にボールに向かうようにちょっと前に体の回転で入ってくるようにしてください。そしてしっかり左足内側付け根に向かって引っ張り込む、うん、こういう感じ、上げる、ひねる、グリップエンドを前に、こういう風な、あ、そうすると左にこう触れてきます。はははは、縦にひねる、こんな感じ、はい、こうやってまあフェード系になってれば、うん、まあ、一つ軌道としてはストレートに近い感じで入ってるんじゃないかなと、うん、まあ、今ので 0.7 度、はい、アウトサイドイン、まあ、ほぼストレートですね。ということなんで、こう、そこからで1回止まってグリップエンドをボールに、ああ、もう打っちゃったけど、まあ、打っちゃったけど、はい、3.9 度インサイドアウトです。あ、こうして、さあ1回止まってみましょう、トップで、はい、
こうで、そう、はい、そしてグリップエンドをボールにまず向けるところまでゆっくり体の回転で、はい、そこからその次の段階は手がどこに行きますか。違います。あれ、トップで、ここは体の回転で、そうで、ここから左足の付け根に手元が近づいてくる、もっともっと左に引っ張って、そう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 、このカメラからも見えなくなるくらい OK です。そこに引っ張ってくるイメージ。まず前に行く、でそこから近くに、そうで、その左に振り抜いて、大丈夫ですか。はい、難しいですね。こう、ここから左に、そう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 、これはね、上級者のイメージですよ、はい、これをいきなりこれやってみなさいって言ったら、やっぱスライス出ちゃうんですよ。あ、スライスが出るんですね。そう、でも正しいこう軌道でまず振れるようになったり、インサイドから捕まえられる動きができるようになった人は、このイメージでやっぱりまっすぐのボールが打ててくる、はい、そしてクラブがちゃんと上から入って、インパクトゾーンの長いスイングになってくるので、これはもうプロゴルファーの方々のイメージに近いと思います、はい、うん、まあ、みんながみんなそうではないと思うんですけど、確かに難しいですよね。プロの動きを分析してみると、こういう、こう形動きのイメージになっている方が多いですね。そこから近くに、そう、左手のリードを、体の回転での、そう、左手リードです、ね、130のグリーンのセンターがターゲットです。まだインサイドです。はい、上からクラブが入るようになってきたらね、これはいい傾向だと、はい、お、ナイスドロー、 4.3 度インサイドアウト。あら、なんでだろうな。最初よりもだいぶね改善されてますよ。本当アイアンね、10度くらいインサイドアウトだったからね。本当ですね。おお、いい傾向、 3.7。 まあこれはあの決してね、なんていうんだろう、はい、アウトサイドに触れたら正解だよってわけではない、はい、クラブが上からちゃんと入る、うん、で上から入るとフックの、左に曲がるミスになりづらい、うん、そういう特徴がありますアイアンは、うん、今ダウンブローちゃんとマイナス2度、はい、上からねダウンブローになってるよということなんで、はい、うん、ここはやっぱりポイント、はい、何度かちょっとやってみて、はい、お、上から入った、これがね、上から入るって感じ、そう、音が全然違いますよね。マットの音もしたでしょ、ボールの音とマットの音と、最近あんましてなかったかもしれない。そう、これでね4度ダウンブローになったんで、まあこれくらいちゃんと打ち込めると、はい、まあ、左にやっぱ行かないし、うん、あの回転数ね、スピンも増えてきて、はい、グリーンでちゃんとガチッと止まる球になる、うん、イメトレするときにもう一回トップまで行ってみて、はい、そう、でそこから一度グリップエンドをボールに向かって結構近づけて、ぐー、そう、でそこから左足つけねみたいな、そう、この意識は毎回ちょっとこのドリルやるときはね、コートをつけねと、それでやっぱ手の動きで始まるんではなくて、はい、最初のステップ1はとにかく体で、体の回転でグリップエンドがボールに向かう、体の上、そう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 、で、つけて、それを引きつける、そう、引きつける、そういうことです。はい、そうするとほらフックの要素じゃなくなってくるね。今ここ、こことここめっちゃ意識しました。ちょっと違うでしょクラブの入りが違いました。それ普通にちょっと普通の流れで一回やってみましょう、はい、しやっぱりさらなるステップアップには、はい、今の打ちやすい動きをやり続けるっていうのは結構まだ危険な状態なので、はい、うん、まだこう固めずにね、まだまだもっともっと精度の高い動きがチャレンジできるんで、はい、これはドライバーと同様に新たなる課題というふうになってますね、はい、うん、こうとこうですね、それ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 、それを普通になった先でもできるように、うん、ちょっとじゃあもうちょっとやってみて、ナイスショット出たら締めましょう、はい、超まっすぐ、わあ、球の高さが今までよりかちょっと低いでしょ、ちょっと低いです、これがね、ある意味正解です、へ、このクラブの
そう、前に飛ぶクラブだから、はい、どうしてもちょっとこの動きをすると低くなっちゃうんですけど、うん、だからこそほらクラブをねこの間フィッティングして変えたんで、はい、まあ、同じ動きするともうちょっとスピン量も変わってくるし、弾道も少し変わってくると思うんですよ、うん、で距離も結果的に今のが一番飛んでる150ヤードっていう数字になってるから、やっぱあの感覚がやっぱりグリーン、はい、ピンを狙う時のいい弾道だということで、うん、はい、これからのちょっと新しい課題ね、はい、もう全部アイアンはもうこうグッグを意識ですね、7番に限らず。 そう、まあ、それをちょっとやっていくと、はい、あのショットが毎回打てたらもうそれはもう大変なスコアになってしまいますわ、はい、ということで、はい、ひかりちゃんもまだまだこのいいスコアが出た、70代が出たからといって、うん、もうゴルフをスイング終わりですっていうわけにはいかないんで、はい、いかないですね、油断ならないですよ、はい、頑張ってください。最近ちょっとちょっと練習ちょっと減りましたちょっとやっぱもう70代やーって言ってもう、はい、なんかもうよ悪すぎたので、本当にあの始めるぞっていう時 が、ね、うん、もうみんなに絶対出ないでしょみたいな、それなるじゃないですか、うん、110とかも叩いてれば、 それが悔しくて負けず嫌いなので、うん、頑張ってたところがあったんですけど、やっぱりこの先に来年は競技への挑戦がちらついてきますね、はい、ひかりちゃん、はい、やっぱり頑張りたいと思います、そこに向けて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。